おかちです何度プレゼンをしても商品を買ってもらえないこのようなことはありませんか今日はプロの講演家であるおかちが今ビジネスで注目されているストーリープレゼンのコツを厳選して3つ紹介します。ストーリーリプレゼンとは 自分が伝えたいことを物語やエピソードによって伝える手法です。この3分の動画を見ていただければ自分が伝えたいことが相手に伝わり相手が喜んで行動してくれるようになります。つまり商品を買ってもらえるんです。ですので最後まで見てください。それでは行きましょう。一つ目。聞き手との共通点を描く。 自分と似ている人の言葉やったらスーッと頭に入ってくるんですもしあなたがスーパーヒーローになったらあの人は特別だから「てんてんてん」ってなって行動につながりませんですので例えば僕は今講演家として活動していますが新入社員の頃は会議で当てられたら頭が真っ白になって言いたいことが全然言えなかったんですこのように 聞き手が抱えている問題をイメージさせるような話をすることが大切です2つ目セリフを20%入れるもうこれだけであなたのプレゼンが物語になります自分の心の中の声実際に会話した声聞き手の方が心の中で思っている声こんな声を台本に入れていきますそうするとどんどん臨場感が出てくるんです なんであの時謝られへんかったんやろう。お母さんに言われてん、あなたは中学受験したら将来幸せになるよ。こんな感じです。三つ目 コントロールしない。これが一番大事ですねもう台本とかもめちゃめちゃ書くんですけれどもその場に立ったらそれを感じる自分の気持ちを感じて頭の中をもう解き放つ解放するんですね自分が前のめになってとにかく夢中になる自分が夢中になって情熱的でエネルギー満タンでいくから相手も自分の物語にインしてくれるんですだからコントロールしないエネルギーを解き放つということはい ということで、えー、今日は顧客の心をわしづかみにするス,ストーリープレゼン術を3つ紹介させていただきました。 まずはセリフを増やすというところからお試しいただければ幸いです。少しでもためになったという方は高評価ボタンを押してください。えー、このチャンネルでは天才性を発掘することにフォーカスした動画を配信しています。良ければチャンネル登録もお願いします。それでは皆さん素敵な一日を。バイバーイ。